はい、ここでですね、お話の途中ですが、橋本府知事が到着しました。すいません、はい、橋本府知事、ちょっと遅刻ですけども、およそ30分遅刻で到着されました。いやいや、どうぞよろしくお願いします。遅刻と言っても別にこちらの責任じゃないので、それは。いや、いつの間に薄っぺらい橋本さんになりはったんやろうな。はい、ここにスーッといたはったんで。すいません、お疲れさんでございます。はい、公務優先してましたので、はい、よろしくお願いします。はい、すいません、遅れました。はい、出演者の皆さん方にすいません。で、今何の話をしていたかと言いますと、市についての財政改革の話をしていたところなので、はい、ここで府の話も交えて財政改革の話を改めてしていこうというふうに思うんですけれども、はい、片山先生は本当に、上山先生に、仮に2300億じゃなくてもね、プライマリーバランスを整えるということであれば1000億円ですよ。今の大阪のその予算規模で1000億円の削減をやるということがどういうことかということは、ぜひ片山先生、上山先生の方からもいろんな形で候補していただきたいなというのは思うんです。もちろん就任3日目だということを踏まえた上で、では具体的に何を削っていくのか、ちょっと伺っていきたいと思っています。今までに、これがですね、削減する項目の案として橋本さんが挙げたものなんですが、まず公の施設全部で83あるうち、府の図書館以外を削るとおっしゃっています。削る可能性があるとおっしゃっています。それは誤報ですよ。僕はそんな言ってないです。27施設の廃止売却検討するとおっしゃっています。81施設の廃止売却を検討するとおっしゃってますよね。うん、だからまずは27施設ということでね、はい、僕は不要だというふうに言ったら、聖域なき見直しということで検討する対象にはなるということですよね。そして出資法人ですが、42法人の民営化、それから独立行政法人化を検討するとおっしゃっています。仮にもしですよ、これを全てやった場合にはこのぐらいの金額が削れるということです。はい、そしてですね、まあ、違いますけどもね、後ほど伺いたいと思います。はい、そして全ての事業も見直すというふうにおっしゃっていて、例えば上海万博には不参加、そして水道水パレードはやめるというようなこともおっしゃっています。で、じゃあまず伺いたいんですけど、この府の施設27ですよっていうのは、これはどういうことですか？ね、27はそのインターネットで以前のその行財政改革プログラムの中で、はい、評価対象になっていた、それが27、まあ、僕が見ていた選挙運動を始めるときに収集した資料は28施設だったんですけども、はい、今一つ消えて27ということだったんですけどもね。はい、今こちらにですね、その府の83の施設すべて挙げてみたんですが、例えばどういうところを残し、そしてどういうところを削る、27というのはどういうところでしょうか？それは行財政改革プログラムに出てる27ですから、先にそれを整理してもらわないとちょっと僕の方もわからないですよ。公園とかそういうのは27、28施設の中に入ってないですから。はい、はい、で、公園はじゃ残す方向性にある施設だというふうに考えていいですか？ですから、それは検討後に考えますけれどもね、はい、その公園も府が持っておくのか、もし市町村が受けてくれるのであれば市町村の方に受けてもらいたいと思ってますし、うん、公園以外の使い方があるんであれば公園以外の使い方でもいいでしょうけれども、とにかく僕がまず言ってるのはその27の施設、その他の施設についてもきちんと検討するということですけどもね。はい、これ検討するとおっしゃってましたけども、こういったものをですね、そのどういう判断基準でやっていくのかって、そうするとこれからの議論ということですか？いや、それはそうです。プロジェクトチームが立ってからそこで検討してもらうわけですから。で、その中に残すとおっしゃっているのが、まあ、明言されているのが特にこの2つの図書館ですが、これはどういう理由からでしょうか？いや、図書館は必要なんじゃないですか？図書館は他のものは必要だっていう声ももちろんありますよね。で、特に図書館が必要だというのは、それはもうだから地の知識的なそのセーフティーネットの部分に関わるんじゃないでしょうかね。ですから、セーフティーネットに関わるものは残しますというような話をしている中で、図書館というものは地のセーフティーネットだということが明らかですから、まあ、これは残すべきだというふうに僕が考えているだけですけども、そうすると、まあ、知能という言い方をなさいましたけど、例えばその、体のと言えるかどうか分かりませんが、体育館ですとかスポーツセンターというところについては、スポーツセンターがセーフティーネットなんですか？是々非々ではないということですね。ですから、セーフティーネットに関わるかどうかで、スポーツセンターが体育館がセーフティーネットなんですかね？このあたりは上田さんなどはどうお考えですか？はい、そうですね、私この中で挙がっている女性総合センターのドーンセンターというところがあるんですけれども、うん、はい、あるいは職員の給料も3割カットするとかね、うん、警察官まで切られる、僕言ってないですよ。いやいや、まだそういう話が最初にボーン出た時ありましたよ、新聞に。いやいや、
人件費ですか？人件費のカット、いや、あの民間会社だったら半分になるよとか、そういう話をしたわけだよね。でね、それでそういう形で対応するみたいなことが先にドーンと出て、はい、大きな見出しで踊ってしまって、でじっくり読んでいくと、いや、あ、言うた半分はそこまで言うたはれへんねやと、じっくり読まな分かれへんような感じになってません？でもそれはメディアとしては、ですから、それはメディアの見出しの付け方の悪さなんじゃないですかね。いや、それと、いや、僕はあのメディア出身ですから。まずそのこと聞きたいんですけど、人件費について橋本さんはじゃあどういうお考えをお持ちなんですか？だから僕は繰り返し言ってますけどね。はい、NHK はどうなってるんですか？いや、改めてこういう場ですから聞かせていただきたいんですけれども、はい、ですから人件費も含めて、はい、あのきちんとそれは今財務の方であのきちんと検討して、人件費を削らなきゃいけないのか、その他のものを削らなきゃいけないのか、今あの知恵を絞ってもらってますよ。で最後にあのそれこそ皆さんが言われるように、あの府民のそのサービスをね削っていくと、片一方で人件費が丸っぽ残ってる、これが浮き彫りになった時にこんなの府民納得するわけないじゃないですか、そしたらそれ人件費削れってことをボーンと言えるわけですよ。だから今この府庁のすぐそこの前の府庁のところでもう夜を徹しても財務の人が宿泊で数字を調整していますから、一体何を削って人件費を残していくのか、これが浮き彫りになることを僕は考えてるわけです。それをまず僕がああだこうだ言う前に、まず府庁の職員の方からその数字を組み立ててほしいと、それを言ってるわけなんですね。それはね、人件費全部残してその他の重要なサービスを削ってったら誰もこんなの納得しないですから、そこは僕は政治決断します。はい、人件費を削減しろという声が届いていますけれども、これに関しては橋本さんどう答えますか？ですから財政課の方にまずきちんとあの数字を出してもらうと、収入の範囲内で予算を組むということを、もうこれはもう徹底して指示を出してますから、そのまず暫定予算というものを出してもらいます。ただもう予算決まってるやつは今ひっくり返してわずか4日5日で決めたことですからね。大変ですよ。いやもう大変、それをね、まあ、簡単に皆さんそれで夢がないとか希望がないって言いますけど、それが一体どういうことか、 NHK のあのインサイダー問題だったら一体どうやってかかってるんですかね。申し訳ありません。不満はいろいろ終わりだと思いますけど、次の話に行きたいと思います。そんなごまかさないで、 NHK だったら一体何ヶ月ぐらいかかるのかね。そんな問題が起きた、あれまだ1日や2日で解決もできてないのに、どうなってるんですか、あのインサイダーの問題。一言だけですか？ここがもう全然違う、全然違うんですよ。だから大阪府はもう手をつけちゃいけないそのお金に手をつけちゃってるんで、ここはだからね、あの皆さんに分かっていただきたいのと、あと僕がなんか NHK にものすごく感情的になってると思われてるかも分かりません。僕は遅刻したのは僕の責任じゃないので、僕はあらかじめこれ皆さん方に申し訳ないですけど、僕はこの時間に来れませんよってことは散々言ってたんですからね。出演者の皆様には本当申し訳ございません。お待ち申し上げておりましたので